2ボール2ストライク、投球5球目、バッターボックスはキャプテンの伊藤修太。高く打ち上げた、内野フライだ。インフィールドフライが宣告されています。これで2アウト。いやー、手に汗握る勝負でしたが、まず一山、球威が勝りましたね。この場面で140球近くになっても球威があるんですね。はい、全てストレートでしたね。はい、ランナーがホームインしますが、これセーフ、タッチアップのホームイン。日大藤沢がサヨナラ勝ちですが、ちょっと状況をもう一回確認したい場面です。インフィールドフライはボールインプレーですからね。その間にタッチアップをしてもいいと、はい、ちょっと背中を向けてしまいましたかね、板野君が、はい。インフィールドフライで2アウト満塁という場面から、もう1回三塁ランナーの斉藤がベースに戻って、打撃結果は確かにインフィールドフライでしたよね。はい、そのインフィールドフライの時点ではボールインプレーです。はい、ルール上はですね、インフィールドフライは落球をしてダブルプレーを取るプレーを防ぐためのルールです。はい、ですからアウトは一つ取りましたが、その後ベースにリタッチすればランナーの動きは自由です。そうです。はい、野手が戻りますね。ここで審判がもう一度集まって協議します。まだ両チームの選手とも一体結末がどうなるのかわからない状況です。ボールインプレーであったか否かということが争点だと思うんですけども、はい、おそらくタイムはかかっていなかったような気はしますけどもね。はい、であればランナーは進むのは自由と、正規にリタッチをすれば、はい、危険を冒して進塁しても構わない、はい、ということはルールですね。その進塁したところにホームにボールは返ってきませんでした。はい、武装の選手がもう一回守備に散りますね。で、日大藤沢は山本監督を中心に円陣を組もうとしています。これだけのいい勝負ですから、何か納得のいい形で終わればいいなというのが心から願いです。そうですね、ツーアウト満塁の場面でした。これもしかしたらマイクを持って説明がされますね。そうですね、主審の和田さんの話を聞きましょう。タイムかかってますか。この言葉の結果、試合がまだ続くのかどうか。スコアボードには今1点は入った状態ですが、この説明の結果です。中心で中です。この間のプレーについてご説明いたします。ワンアウト満塁で、サードがインフィールドで打者アウトになります。それでタイムはかかっておりませんので、サードラインサード走者はホームインを認め、2対3で分析となります。試合が終了しました。平田さん、野球の神様はなんて残酷なんでしょう。なんともちょっとあれですね、後味が、はい、一つのプレーの結果ですが、はい、後で思った時になぜ隙が生まれてしまったのか考えてしまう部分でありますし、またその隙をついた側も見事です。ほんの一瞬ですよね、板野君が背中を向けてしまったような風に見えましたね。
インフィールドフライでアウト。しかし三塁ランナーの斉藤は三塁ベースをリタッチ、タッチアップでホームインして、西大藤沢がサヨナラ勝ちです。